獣の剣スキラ。南太平洋のマンモスキラーへ向かったシュン。そこに現れたのは祈りを捧げる美女だった。攻撃をためらうシュンの前で美女の足元から6体の野獣が放たれる。とっさにチェーンで攻撃を防いだシュン。美女の幻影が消え去った後に姿を現したのは七将軍の一人スキュラのイオだった。アンドロメダよ、なぜ攻撃を途中でやめたのだ。それが君の命取りになるのだよ。あなたがこの柱を守るジェネラル。いかにも、私は南太平洋の柱を守るスキュラのイオ。ここが君の死に場所となるのだ。チェーンが異常に緊張している。相手がこのスキュラのイオとは君も不運だったな。ラウンドワンファイト。ギリシア神話の上半身は海を求めていながら、下半身は6人の獣からなる船乗りを貪り食らう海の怪物。そう、君もスキュラの3つの獣のエリスとなるのだ。そうだ、くらえ、聖獣の牙を。行くトルネード。なんという変幻自在な技の使い手なんだ。88の星座の中で防御や無比のアンドロメダチェーンがまるで凪がごとくと。君でその程度ということは、88のどの戦車であっても私の攻撃は手に待ち、やはりアテナの戦車など恐れるのか。ヴァンパイアイーヘン鷹のスピード。許さない。ビッグトルネード鷹のスピード。そんな攻撃では。チェーンからは逃げられない。ラウンド2ファイト。ビッグトルネード。ヴァンパイアイーヘン。そんな攻撃では。やっと。キングルジャッチさせないよ。さて、6つの聖獣でどれが一番お気に召すのか選べ、アンドロメダよ。どの聖獣にとどめを刺してほしいか。なんと恐しい男だ。そのスケールに宿すスキラの化身。バカな、チェーンの動きが変わった。私の技が見切られている。全員の技は身を通じない。アンドロメダチェーンビッグトルネード。さまざまに変化するんだ。今こそ我が ウィナー。僕の目的はあなたを倒すことじゃないんだ。僕の力だとこんなものかな。ここまでスキラの聖獣がことごとく破られるとは。さあもういいでしょ。僕はあなたを倒すことではなく、マンモスピラーを倒すのが目的なのだから。行け、
ネビロチェーン。な、何？傷一つないなんて。マンモスピラーは神話の時代より地球の海を支えてきたのだ。いかなることがあっても砕くことなどできはしない。それに私もまだ負けたわけではないぞ。何？このコスモの高まりはまだ全力じゃなかったのか。ここまで私を追い詰めたのはお前が初めてだ。その褒美にスキュラの真の力を見せてやる。決定的な死と共にな。なんて強大なコスモだけど、僕はまだ死ぬわけにはいかない。アテナ、ゴールドセイントたちよ、僕に大いなる力を。僕のコスモよ、燃え上がれ命の限り。なんだあのチェーンの色は。いや、チェーンだけじゃない、アンドロメダのクロスまでもがまるでゴールドクロスのように金色に光り輝いている。どうしてもと言うなら仕方がない。行くよ。君も6つのスキラの聖獣の餌食となるのだ。ラウンド1ファイト。ビクトルネーノ。ゴールドクロスのような強度と美しさ。それは僕たちのクロスがゴールドセイントの血によって蘇ったからさ。だからブロンズクロスでありながら限りなくゴールドクロスに近づけたんだ。ヴァンパイアイーヘン。アンドロメダ、本当にそれで全力か。君は甘い、甘すぎる。私にとどめをさせぬ甘さは君自身の死を招くぞ。僕は戦いが好きじゃないんだ。たとえここで命を奪いたくはない。どうして分かってもらえないんだ。そんな攻撃では。ラウンド2ファイト。ビクトルネード。どうか引いてください。僕はこれ以上あなたに引くことはないんだ。やっとなぜだ。なぜ殺す気でかかってこない。僕の目的はあなたに殺すことじゃない。あの柱を砕いて立てないよ。僕は逃げられない。地上を救うことなんだって。地下のスピードで言うか。戦場なのだぞ。ビッグトルネード。私に勝てたとしてもマモスピラーを壊すことは絶対に不可能。ゴールドのチェーンでも同じことだ。ヴァンパイアイーヘン。ビッグトルネード。そんな攻撃では。亀裂の一つくらいは入れてみせるさ。そうすればあとは聖夜たちがきっと何とかしてくれる。こいつ命を捨てる覚悟か。それほどまでしてヴァンパイアイーヘン。そんな攻撃では。ミズリースラップ。チェーンからは逃げられない。サンダーブレーン。ウィナー。本当は戦いたくないんだ。傷つけてしまったかな。
地上では多くの人々が雨に苦しみ、全世界が水に覆われる危機に瀕している。それを遅らせようと沙織さんは、アテナは命を懸けて地上に降るべき雨を浴びているんだ。アテナを守るセイントである僕にできることは。バカな。自らの命を最高点以上に高めて爆発させることで柱を壊すつもりか。危ないところだった。自爆なんかしちゃダメだよ。ロシからこれを預かってるんだ。ライブラのクロス、そうか、これを使えばマンモスピラーを壊せる。ロシ、ありがたく使わせていただきます。行くよ、ツインドット。すごい。一振りごとに星みたいに光が飛び散っている。はあ、よせ、やめろ。なぜツインロッドの攻撃に自ら飛び込んだんだ。君と同じことさ。君が命がけで破壊しようとしたように、私も命を懸けて柱を守っていたのだから。いいか、敵にとどめを刺せぬ甘さがある限り、君もいつか死ぬ。それを忘れるな。キュラ、心の狩人リムナです。南ピオ洋のマンモスピラーを目指していた氷河だったが、同じところを堂々巡りする不思議な感覚に悩まされる。ようやく柱の元までたどり着いた時、氷河は思いがけない人物と再会するのだった。これは一体、あなた、カミュ。氷河。己、卑劣な。何をしようというのだ、ヒョウが。死である私に剣を向けるとは。黙れ。我が主カミューは方米宮において死んだ。俺を油断させようとしても無駄だ。ジェネラルよ、化けの皮を剥いでやる。前、白鳥よ。その程度のコスモではこの先確実に破れるぞ。ラウンド1ファイト。いい加減にしないか、ヒョウが。オールエクスキュース。私ではないはず。いつまでないっていう姿は真似る。神の強さまで真似ることは不可能だ。
拳で語るしかないようだ。全力で来い、ヒョウガ。この神湯が本物か偽物か、それだけオーロラさんだ。って知るべき。そのところだ。それだけなめろ、俺のジェネラル。ダイヤモンドだ。見せてやるぞ。それだけ。その程度か。これがキングナスの攻撃だ。オーロラエクスキューション。その程度か。この攻撃を止めるか。お前の技が誰に教えられるものか思い出す。それだけで。私には造作もないこと。それだけ。ジュジュアスジェネラルメ。オーロライクス。他の怒りを受けよ。オーロライクス。ジュジュジュ。私に剣を持つ。いいだ。今日。私の見せ物ではないけど力で示してやる。ラウンド2ファイト。フリージングコード。ここまで見事に取れだけ。オーロラエクスキューション。オーロラサンダーアタック。氷河。はい。違う。感じであるはずが。いいコスモの塊だ。この程度の闘気で死であるこの神楽は倒せよ。それはお前が一番よく分かっているはずだ。氷河。この強さ。オーロラサンダー闘気アタック。本当に神楽。あなたなのか。それだけ。ウィナー。ありがとう。我が士官。俺の闘技ではダメだったというのか。嬉しいぞ、ヒョウガ。よくぞここまで強くなった。ありがとうございます。カミュー、本当に生きていたんですね。よかった。ヒョウガ。おかしい。いつまでも南大西洋の柱にたどり着けずに、同じところをぐるぐる回っていたと思ったら、南氷湯の柱にたどり着いたなんて。ここはヒョウガが向かっていたはずだが。せいや。マリンさん、火星に来てくれたんですか。
聖夜、私はお前をサンクチュアリに連れて帰るために来たんだよ。何を言ってるです。今地上は大水害の危機に瀕し、アテナも死に直面してるんですよ。だから俺たちは必死になって、いくら必死になってもお前の実力じゃポセイドンに勝つなんて無理だよ。信じられない、マリンさんがそんなことを言うなんて。私の言うことが聞けないと言うなら力ずくでも連れて帰るよ、聖夜。この異様なコスモが。さあ、私はちょっと手強いよ。覚悟しな。ラウンド1、ファイト。マリンさん、どうして戦わないといけないんだ。私にも勝てないようなら、ポセイドンに勝つなんて、夢のまた夢さ。引き分けのない子だね。おとなしく帰るんだよ、セイヤ。私、どんな時でも、命だけで俺を戦いの場へ導いてくれたマリンさんが、まさか勝てないよ。なんてことない。やるじゃない。AO ラウンド2ファイト。勝てない、勝てない。なんてことない。なんてことない。やるじゃない。私はお前を死なせたくないんだ。もういいじゃない。強く送りな。何者だ。マリンさんは今まで一度だって俺の手を差し出すようなことはしない。下を心に決めながらいつでも厳しく接してきたんだ。ペガサス、お前はマリンさんじゃない。正体を現せ。無経験。そう、確かに私はマリン、マリンとは仮の名。なんてことない。せい、あんたが一番のイーグルチャンス。ペガサス、私の言うことを聞くんだ。暗いな。聞かない。力ずくでも聞かせてやるよ。暗いな。せい、お前を止めるよ。お前を殺せ。ローリングチャンス。俺にはできない。ウィナー。俺の実力見てくれたかい。まあまあだな。お前は一体。私の本当の名前は聖火。聖火姉さんだって。バカな、デタラメを言うな。デタラメかどうか、今こそこの仮面の下の素顔を見せてあげる。姉さん。聖夜。間違いない。幼い頃ずっと俺を見守ってくれた母親のような姉さんだ。やっと
やっと巡り会えたんだね。